こんにちは、ゆかです。今日はですね、水曜日なので一応引っ越してきてから月火水3日目ハピナが来た。ヘピナです。最初の Vlog ではなんかすごい素敵なお家ですみたいな感じの紹介をしたんですけれども、早速いろいろ一応ねトラブルはつきものなのでトラブルが起こっており、まずボイラーがつきませんということで、今まで3日間お湯が出ておりません。なのでちょっとね水で体洗ったりとかちょっと拭いたりとかしてしのいでるんですけど、今日こそねお湯出るといいなと思ってます。配管とかやってくれる人が一回来たんですけど、その人たち俺たちには無理だと言って違う人呼んでくるからって言って帰っちゃったので、今ちょっとその別の方々を待っている状態です。机も椅子もなくて、ちょっとずっとあそこのキッチンのこんな感じでキッチンカウンターに立って仕事をしていたので、ちょっとね、まあ、足も結構すぐ痛いし、やっぱスタンディングデスク流行ってますけど、立ちっぱなしだとさすがに疲れますね。ということで、ご飯とかも全部デリバリーしてるんですけど、デリバリーしてここ立って食べるみたいな感じなので、ちょっと、ね、椅子を、ニューヨークというかブルックリンに住んでるシオタンに今運んできてもらっていて、彼女の家で今なんか余ってるバースツールって言ってちょっと高めのスツールがあるそうなので、それ今、運んできてもらっております。ありがとう、久しぶりと言うと今持ってきてくれた。でかい、思ってたより全然。本当？なんかこういうイメージがすごい。でかいの意外に。シオタンたちがくれた椅子、こんな感じになりました。ちょうどいい高さ、どうですか？いい感じ。ちょっとここに足入んないからちょっとあれだけど、もう立つよりは100億倍いいですね。ありがとう。今日のディナーは日本食です。お、すごい。でもうちお湯沸かせないんだよね。長谷園のアサゲがついてますけど、お湯沸かせないので食べれない。イエーイ、唐揚げチキンカレー。おー、めっちゃいいじゃん。とんかつ。いただきます。おしぼりもついてます。ちょっとやばい。溢れそう。うん、おいしい。なんかホッとするわ。健康的ではないけど。全然健康ではない。はい、オリジン弁当みたいな。それも褒め言葉なの。おいしい。ここ最近 ZV-1 で、Vlog してるんですけど、ちょっとずっと美肌モードがね、ちょっとなんかミディアムに入ってて、まあなんかすごい綺麗に見える時もあるんですけど、ちょっと不自然になっちゃってる時もあったので切ってみました。で、あとね、手ブレ補正がちょっとオフになってたので、ちょっと結構初日の Vlog ガタガタしちゃってたんですけど、ちょっと今ねここで編集していて、設定もっとこうした方がいいかなとか、そういうことに気づいてちょっと修正してみました。これからまた ZV-1 使い込んで、またもうちょっと詳しい ZV-1 の解説動画というか紹介動画みたいなのも作るので、こうやって Vlog してるのはそのテストのためでもあるという感じでやっております。書き出します。
結局今日お湯がまだ出ないということで水風呂3日目です。水風呂って言っても今まではね本当になんかちょっとこうピシャピシャって感じでやってたんですけど、さすがにもう3日目だからねもうちょっとちゃんと入りたいということで水シャワー滝行チャレンジします大丈夫かな水シャワー意外に大丈夫でした。むしろちょっと血行が良くなったかもしれない。さすがに髪の毛洗うのはちょっとね寒そうでやってないんですけど、シャワーも入りました。明日こそお湯が出るようになることを願っているんですけど、そんな感じで今日の Vlog はこれで終わりです。2週間自粛しなきゃいけないので、そんなにねなんかめちゃめちゃイベントがあるっていうわけじゃないんですけど、新生活の最初の日々をね記録しておきたいなと思って、またこんな感じで Vlog しようと思います。まだチャンネル登録してない方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。イエーイ。